みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。ヒットソングに学ぶ作曲理論講座ということで、今回の4本目の動画はサザンオールスターズさんをモチーフにして、いろいろとこの作曲のテクニックみたいなのを盗んでいこうかなと思います。よければ参考にしてみてくださいませ。具体的には、津波という曲と愛しのエリーという曲、この2曲をモチーフにいろいろと説明をさせていただこうかなと思います。まずは津波からいってみましょう。津波のコードから、コード進行からいってみます。あの曲のコード進行は、ほにゃらほにゃら、ほにゃらららら、ほにゃらららら、ほにゃらららら、ほにゃらら、ほにゃら、ほにゃら、ほにゃらららら、ほにゃららら、こんな感じのコード進行でございます。まあ、ノンダイアトニックとかも出てこないので、まあ、割と普通のコード進行って感じですね。まあ、ちょっと、あえて特殊する、あえてと言いますか、まあ、ちょっとこう特殊するポイントがあるとしたならば、ここの部分。4536っていうコード進行、すげえよく使われるんですよ。サビでもよく使われるし、A メロでもよく使われるし、間奏とかイントロとかでも使われますし、まあ、これ覚えておいて全然損はない組み合わせかなという感じです。たまたまだと思うんですけれども、まあ、この曲の A メロのところ、4536番に2回も登場してきております。まあ、そんだけ使い勝手が良いコード進行って感じですね。4536、ぜひ覚えておいてください。で、そのままじゃんじゃが次に行って、B セクションになりますと、4マイナーから、1フラットに行って、3フラットの1マイナーで、4マイナーに行って、で、5に行って、1、1、こんな感じ。で、6に行って、4に行って、ほにゃららら、ほにゃら、ほにゃららら、こんな感じかな。のコード進行でございます。まあ、パッと見た感じ、なんじゃこりゃって感じじゃないですか。なんじゃこりゃと。どういうことやと。何が起こってんだということになるじゃないですか。この曲、もともとのキーは D なんですけれども、この B セクションに入った瞬間、キーが F になると考えると、すべて、解決というか、そのなんかこう、解決します。ストンと落ちます。F だとしたならば、ここのコードは2であって、このコードは5であって、1になって、6になると。普通の2516という進行になるんですよ。で、2になって、ここが3セブンスだとして、で、ここから元通りキーに、あと D のキーに戻るという感じになります。4マイナーをきっかけとして、キーが F に転調するというふうに考えていくわけですね。これぜひ覚えておいていただきたいテクニックだと思います。いきものがかりさんの「気まぐれロマンティック」という曲も途中で転調しましたね。あの曲はキーがもともとは D なんですけれども、途中で G になったとして、5マイナーをきっかけとして、キー G に転調すると、まあ、そんな手法でしたが、この曲の場合は4マイナーをきっかけにして、キー F に転調しているというような考え方でございます。そうすると、何が起こるかといいますと、このマイナーコードだから暗いんですけれども、なんかちょっとまた違った暗さが出てくるわけですよ。どうしようかな。ちょっと最初から弾いてみますね。まず最初、A メロがあるじゃないですか。まあ、この辺はすごく普通。まあ、普通っていうのも失礼かもしれないですけど、まあ、普通にいいメロディーだなって感じです。ここから。メロディーとコードなわけです。なんか4マイナーに入った瞬間、なんかちょっとこの、この儚い感じの、なんか単純なマイナーではない、単純な暗さではない、なんか寂しい感じの雰囲気が出てきますよね。これがまあその4マイナーの実力ということです。で、4マイナーから5に行って、ここから元通り、キーが D に戻ると。その元通りになったような感じしますよね。で、そこから。みたいな感じで、2セブンスをうまく使って、そのサビに盛り上げ、サビに向かって盛り上げる進行になっているわけでございます。4マイナーからの転調の手法、ぜひ覚えておいてくださいませ。なんかね、
元のキーで考えていっちゃうと、もうわけわかんないので、なんか4マイナーからなんか1フラ、3フラとかわけわかんないじゃないですか。なので、なんかもうこういうもんだと。もう4マイナーから転調して考えようと。なんかそういうものと割り切った方が何かと、整然とするというか、はっきりするというか、わかりやすいかなと思います。まあ、この辺から、まあ、キー D になったと考えて、もうここはもうキー F なんだという感じで割り切って考えた方が何かとスムーズかなという感じでございます。で、1に戻って、6、4といって、2、セブンスを使って、このね、5をすごい盛り上げるわけですよね。ここを盛り上げるわけです。ほにゃら、ほにゃ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 、っていう感じがしませんか、この2、セブンスの時。盛り上げるぜ、盛り上げるぜ、本当に成長しよう、サビで、カーン！っていうふうな。雰囲気になるような気がするんですけれども、わかりますでしょうか。まあ、これが2セブンスの実力でございます。スピッツでも出てきたし、生き物のかかりさんでも出てきたし、まあ、すごくよく使われる手法ですが、まあ、津波の場合もいい感じにこの5を2セブンスで盛り上げているということですね。2セブンス、ぜひ覚えておいてください。2セブンスよく使うんだなと。で、この曲、この後にサビが来るわけなんですけれども、このサビがまた素晴らしいんですよ。本当、サビがとにかく素晴らしいです。サビが半端に素晴らしいです。とりあえずコードをまた書いてみますと、最初1からスタートして、ほにゃらほにゃら、ほにゃららほにゃららほにゃららら、ほにゃららほにゃ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 らららふう、ほにゃららほにゃほにゃらら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 ららほにゃら、3セブンかな。ほにゃらほにゃららら。ほにゃらららアーメン。はい、こんな感じのコード進行でございます。まあ、最初1からスタートして、その次3セブンスが来るんですよね。この3セブンスがね、またこのグッとくるコードでいいんですよ。このこの儚い感じ、このグッとくる感じ、わかりますかね。すごいこのなんか、この胸をえぐられる感じの、この、うわぁ、切ねぇ。このコード、3セブンス、素晴らしいです。で、その後6に行って、で、またこの1セブンスがね、またこのいい感じに、この儚さといいますか、このなんかこう寂しさみたいなのを演出するわけですよ。この1セブンス、たまらねえです。生き物のあかりさんでもよく使われますけれども、まあ、津波の場合もバッチリ登場しているという感じですね。この3セブンと1セブンスの組み合わせ、もうぜひ覚えておいてください。なんかバラードとかでなんかこういい雰囲気出したいなと思ったら、まずこの辺使っておけば間違いねえという感じでございます。で、その後の4、5、3、6、この辺はまあ普通ですね。A メロでも出てきました。で、2セブンス、5といって、またもう一回繰り返すという感じです。ちょっとこの辺がなんか3セブンだったか3だったか忘れてしまったんですけれども、まあこんな感じのことです。ここは特になんか言うことないです。で、この曲またメロディーが素晴らしいんですよ。メロディーが。メロディーが。その、ほにゃらほにゃにゃ。こんな感じのメロディーじゃないですか。すごいリズムがシンプルですよね。ほにゃら、ほにゃら、ほにゃららほにゃららほにゃららららみたいな感じで、すごいリズムもシンプルだし、その音階も上の地点からちょっとずつちょっとずつ下がっていくだけなので、まあ、一回聴けばもう忘れられないぐらいその強烈な印象をつけることができるという感じでしょうか。まあ、耳に残りやすいという感じですね。本当もう素晴らしいメロディーです。で、この適当に音階も下がっていくわけじゃなくて、いい感じに、ほにゃら、ほにゃら、ここでそのサードの音にこのぶつかってたりとか、ほにゃららで、ここでいい感じにセブンスの音にぶつかってたりとか、ほにゃららで、ほにゃららららみたいな感じのこのメロディーの流れになってるんですけども、意外とこの後ろの音の選び方がですね、すげえいいんですよ。すげえいいんですよ。もう本当にもう超素晴らしいメロディーです。本当もう文句のつけどころがないぐらいに素晴らしいメロディーです。で、この曲の場合、また歌詞も素晴らしいんですよね。まあ、すでに皆さんはこの津波という曲をご存知だと思いますので、
ちょっと頭の中からその津波のメロディを消してください、津波の歌詞を消してくださいと言ってもちょっと不可能かと思いますが、ちょっと冷静に考えてみてください。冷静に。見つめ合うと素直におしゃべりできないという歌詞。冷静に考えるとすごくないですか、この歌詞。たった2行なんですけれども、これだけで結構な情景描写できますよね。見つめ合うと素直におしゃべりできない。少なくともこれを感じている相手は学校の先生ではないじゃないですか。その会社の上司でもないですし、まあ、マジでは友達かもわかんないけれども、やっぱり一番しっくりくるシチュエーションとしては、その異性ですよね。まあ、男性が歌っているのだったら女性のことを感じていると。もし女性が歌っているのだったら男性のことを思っているという感じですよね。まあ、主に恋愛になるのかなと。まあ、少なくとも家族ではねえなって感じもしますし、普通にその同性の友達、男友達でもないようなって感じですよね。僕が男友達に向かって、あ、ごめん、ちょっと見つめ合うと素直におしゃべりできねえわとか言ったら気持ち悪くないですか。もうそれはマジありえへんみたいな感じになってしまうので、もうやっぱりこの恋愛事になってしまうと、なってしまうというか、まあ、そういうのがちゃんと表せてるって感じですよね。見つめ合うと素直にスカイプできないとか、なんか見つめ合うと素直に会議できないとかになってくるとまた話は変わってきますけども。まあ、会社で、あ、すみません、見つめ合うと素直に会議できないんですって言っても、なんだこいつって話になっちゃいますけどね。まあ、見つめ合うと素直におしゃべりできない、この2行だけでもうすげえバッチリ描写ができていると。で、こんな素敵なコード進行と素敵なメロディーに乗っかってくるわけですから、まあ、1回聴けば、まあ忘れないかなと。1回聴けば、まあ忘れない。そのぐらい完成度の高い曲になっているということでございます。なんだかすごい津波についてもうひたすら熱く語ってしまいましたけれども、まあ、そのぐらい完成度の高い曲だということです。本当もう売れたのも本当も納得ですよ。素晴らしいです。でもちろんその桑田さんもそんなことをいちいち考えて作っているわけではなくて、もう100曲、200曲、300曲とたくさん作ってきた中で、たまたま、あ、これいいなと思ったのがこういう話だったというだけなので、あまり理論的にはとらわれずに、その辺を気をつけてくださいませ。いい曲書いてあるので、うひひひみたいな感じでやっても、まあ、空振ることが多いので、なんとなく知ってて、で気がついたら、あ、出てきちゃったくらいが今一番いいのかななんていう感じですね。でも、まあ、いい曲っていうのは、こういうアナライズをしても、マジで火の打ちどころがないんですよ。素晴らしいです。で、ちょっと昔の曲になりますけれども、愛しのエリーという曲も少しアナライズしてみますと、あれは、ほにゃらん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 、ほにゃらん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 、なんだろう、これ。ほにゃ、1メジャーセブンかな。ほにゃらん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 。4。あ、ちょっとなんか間違えてるかもしれないです。ほにゃらほにゃららほにゃらららほにゃほにゃらほにゃほにゃらほにゃらあ、合ってる合ってる。こんな感じのコード進行です。まあ、この辺、コードブックとかによっては、もしかしたら5音7かもしれないんですけれども、ちょっとここは1メジャーセブンスとして考えさせていただきます。1から1メジャーセブンス、1セブンスといって、で、4に解決すると、ここ、あれ、なんかこう、クリシェっていう、なんかこのお決まりパターンのコード進行なんですよ、ここが。普通の1からスタートして、で、1メジャーセブンスに行って、で、1セブンスに行って、で、何かしらのコードに行き着くと。そうすると、この部分がめちゃくちゃ綺麗に聞こえませんか。こういう手法をクリシェとか言ったりとかするんですが、まあ、ちょっとこのクリシェはまた違う機会にベラベラとお話をさせていただきたいなと思います。まあ、とりあえずここで覚えていただきたいのは、1からスタートして、メジャーセブンス、セブンスという組み合わせがすげえ美しいということでございます。で、このまま2、5に行って、1が来て、また2セブンスが登場という感じですね。2セブンス。でも、ここの2セブンスの使い方はちょっと面白くて、5が来たりしないんですよ。なんかこう2セブンス単品として使っているという感じですね。そうすると、なんかこうまた不思議な浮遊感がある雰囲気になるんですが、ちょっと弾いてみましょうか。で
7です。で、サンセブンスとかに行って、まあ、サビにつながるんですが、うん、ここで覚えておきたいのは、このクリシェというコード進行と、こういう2セブンスの伝え方もあるんだよということ。さっき津波の場合は、2セブンスが来たら、5が来て、こうガガガガと盛り上げて、うお、サビだぜみたいな感じにやってましたけれども、ここの場合はそうじゃないですよね。面白いもので、このイントロも2セブンス登場するんですよ。1から2セブンスに行って、なんか4に行ったりとか3に行ったりとかするんですけれども、ここ、このすごいシンプルな形、1から。この普通のまっすぐなメジャー感ではない、なんかこの、ちょっとこのまたね、後ろ向きな感じ、なんか斜め45度的な、なんかこういうメジャーの雰囲気、いいっすよね。そんな感じの2セブンスの使い方ということです。覚えていただきたいのは2セブンスの使い方。で、このあとまたすぐサビが来るんですが、うー、落としまくりだな。このあとまたサビが来るんですが、4かな。タタタタタリタタンタラタタティントンタンタラタタタタタンタラテテテントンテンタンタラテテテンタラタンタンタラタタン6セブンス。ナランホニャンホニャン。こんな感じのコード進行でございます。4、5ではなく4、3、6ということですね。5がない。4、運、3、6、4、運、3、6。で、メロディーがまた素晴らしいわけです。それまでは結構このなんか伸ばす感じのメロなメロディーじゃないですか。途端にそのメロディーがすごいこうリズミックになるわけですよね。なんかこの後ろのベースとかドラムとかもね、こう急にこうね、あの音を切るような感じでリズミックになって、なんかそういうこのワクワクするサウンドというか、なんかポップなサウンドになるんですけれども、そうすることでこのなんかメロディーが際立つというか、サビが際立つわけですよね。それまでずっとこうメロなメロディーをやってたんですけれども、サビで急に。こんな感じでこう、ね、ガガッガガッガガッガーガーっていうメロディーにすると。そうすると、またサビが際立つと、まあ。そんな感じの手法でございます。で、4、5、3、6とかまた出てきて、ちょっと6セブンスとか使ってたような気がするんですけれども、ちょっとこの辺、記憶が定かではないです。で、まあ、4、5、1といって、この後のコード進行は割とまあ普通にいくという感じでしょうか。で、またこのすげえマニアックな話なんですけれども、この4の時のメロディーの音使いがまた素晴らしいんですよ。4、キーが D なので、コードとしては G メジャー7ですね。G メジャー7です。この時に、そのファシャープの音から、メロディーがスタートしてるんですよね。この音使いが超シャレ落ち。で、セブンスの音から。で、上に行くんですけれども、ナインスの音を使うと。メジャーセブンスの音とナインスの音をうまくメロディーに組み込んでるんです。そうすると、すげえおしゃれになるんですよね。この辺の話にちょっと興味がある方は、70年代の R&B みたいな、なんかそういうソウルとかをなんか調べてみると、結構こういう手法が多いんですけれども、よかったらちょっと調べてみてくださいませ。マリーナ・ショーとかの、You Told Me How to Love かな ?You Told Me How to Speak in Love かな、なんかそんな曲があったりとか、あとスタイティクスとか、ベチャバイ・ゴーリーを。ベチャバイ・ゴーリーを。こんな曲があるんですけれども、なんかちょっと雰囲気似てませんか？
その辺のソールとかを調べてみると、面白いなという感じでございます。スタイリティクス。スタイリティクス。スタイリティクス。ちょっとなんか、その、カタカナで表すとどういう名前なのかちょっとわかんないんですけれども、まあ、そんな人たちがいるということです。エブリシングとかもいい曲ですよね、普通に。そんな感じで、今回は津波と、いとしのエリという曲を、アナライズしてみました。まあ、単純にその僕が津波という曲すごく好きなので、なんかちょっと熱くなってしまいましたけれども、何度も言うようですが、もうね、いろんなテクニックがふんだんに散りばめられているので、もうどん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 盗んでいきましょうということです。では、あまり理論にとらわれてしまうと、それはそれでちょっと本末転倒になってしまうので、頭の片隅にインプットしておいて、で、なんとなくこうガーッと曲を書いているときにたまたま出ちゃったぐらいのバランスがいいのかなと思います。桑田さんもいちいちこんなこと考えてないと思うので、理論にとらわれることなく、理論を役立てて、いろんな作曲をしていただければうれしいなという感じでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。次回は、なんだっけ、マルーン5とか、あとあの人、テイラー・スウィフトとか、今時の洋楽をザザザと紹介してみたいなと、アナライズしてみたいなと思います。それではお楽しみに。さようなら。